つもありがとうございます。パーソナルブレイクで秋さんですね。はい、アブソリュートすごい人気ですね。やっぱりこう3位が1枚多いって衝撃的ですよね。いや本当2000年代のね、ドンラスプレーオフが最後のこのあがきで封入しまくった時のようなね、それに近いような印象です。店長の記憶だと今年の製品がそうなっていくとなると、まあまだアブソしか見てないですけど、この先出てくる系の商品もそんな感じだとやっぱりね、やっぱり時代が動く、まあ、前兆というかもう決まってることなんですけどね、はい、かなと。プーホールス、デグロでパラレル、ガルシアさん、149です。でこうですね、はい、コビがあるんでブック系、ここはだいたいメモラです。はい、あ、デュランだ、レッドソックスのデュラン、だんだん良くなってきましたね。うん、ダルビックがもうちょっとなんですよね。まあ、うん、彼ちょっとまあサイズがね、はい、いか、ここでいいか。はいはい、バイズの149、プーホールス、ニューヨーク、クロフォード、スタンミュージャルさんね。はい、でどうでしょう、あ、ヨザイヤグレイさんですね。はい、これは通常の、まあ白に赤ステッチは通常かな。まあ通常といってもね、こうやってブックオートアブソー箱一、ほぼ箱一出てくる、ナショトレだったでしょっていう箱一でブック出てくるのね、相当前倒しでよくない、よくしちゃってるのかな、そう思います。で今年はなんか花粉が出にくいみたいですね。さっきお客さんからメールっていうかね、注文のところに一言書いてあって、花粉は出にくいみたいですみたいな書いて、あ、出た、ユウチあのね、ワンケース1とかじゃないみたいですよ。うん。ケースヒットとかいうのは、もう、だいぶ前にないんですけど、パニーさん。おー、はい。アキさんじゃないな。アキさんの次にご注文あった方が、はい。株狙いたいですって書いてあって、アミ開封でボックス。っていう送付ですねっていうはい、おー出ましたね。うん、ワンケース10なんですけど、ケース1で必ず出るわけではないらしいです。マットマニングの999でこのパターンですね。だサインが2だと思います。お、フロリアル、山切りカットのフロリアルさん、199、はい、いや、いいっすね、株も出て、よいしょ。で、お、四つ窓だ、ジェイク・マッカーシーさんの四つ窓で2つパッチになってます。11-25、アリゾナですね、カージナルス。ダシャダシャですね、ダシャダシャダシャ、グレイさんだけピッチャー、あ、パッチ入ってますね、アンソニー・カイさん。これ99。で、ソーサさん。クリーブランド。ディバース。ベリンジャー。はい、ということで、おめでとうございます。まあ、2、3ケース1ぐらいな感じらしいですよ。ケース1確定ではないので。っていう、はい、噂でございます。まだ現段階です。去年は、まあ、通販で送った方とかの反応を見てると、まあ、1枚ぐらいはいいのかな、みたいな感じでしたけど、今年はちょっと違うみたいですね。
もうアメフトのプリズムとかのレアなインサートが3種類ぐらいあって、それがランダムになってるんですけど、すごいプラスついてますよ。っていうね。でもパニーニさんも、社員の方がリーフに移籍したりとか、移籍っていうかね、移動したりとか、結構会社の中が動き始めてるんで、ね、サイン3、カブーン。もう店長はもうね、情熱がなくなりました。また大量にこう入ってくるものを、またこれ大量に売らないといけないのかっていう。ね。それまあ、まゆみがこうね、アートとか提供したりとかしてたら、頑張ろうってなるんですけど、なんか、売れないもんだけ押し付けてみたいになってきてるんで、もういいやと思って。そんな感じです、今。はい。で、ちょっと130ポイントのローダーがないので、はい。こういうちょっとシリアル系のカードとか、薄いローダーに入れて、挟んでおきますんで、で、クリスタルパックに入れておきますんで、ね。はい。取り出すとき、ね、気をつけください。はい。ということで、カブン出ました。初めて見た。はい。去年のカブンってあんま変わんねえな。って思いますね。変わんねえぞっていう気がしますけどね、なんか。絵柄だけが違うのか。まあ、それがいいんでしょうけどね、やっぱり株はね。はい、ということで、またぜひチャレンジしてください。在庫ある間は、クーポンコードお一人様一回限りではないので、何回でも使えますんで、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。あ、変なとこしちゃった。ちょっと待ってください。はい、ありがとうございました。